アメリカメジャーリーグ機構でコミッショナーを務めているロバート・マイフレッドコミッショナーは、新労働協約 CBA で導入が求められていたユニバーサル DH 制を採用することを発表しました。ユニバーサル DH 制とは、1973年から指名打者 DH 制を導入しているアメリカンリーグだけでなく、ナショナルリーグでも DH 制を導入する制度のことを言います。この制度の導入により、ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手は、ナショナルリーグのチームの本拠地での試合でも DH として試合に出場できるようになり、出場機会が増える見込みです。また、大谷選手だけではなく、ピッツバーグパイレーツに所属する筒香嘉智選手も、今シーズンから DH として試合に出場できる可能性があり、出場機会の増加が期待できます。 DH 制は1973年にアメリカンリーグで初めて導入され、これまでナショナルリーグでも何度か導入の議論がありましたが、実現には至っていませんでした。しかし、ナショナルリーグでも DH 制を導入することで、より多くの選手が活躍できるようになるのではと期待されています。昨シーズン、二刀流として前代未聞の大活躍をし、アメリカンリーグの MVP を満票で受賞もした大谷選手ですが、ナショナルリーグのチームの本拠地で行われる試合で投手として登板しない試合では、代打での出場に限られていました。両リーグで DH 制が導入されると、その制限がなくなることになります。またドラフトを抽選制に変更したり、クオリファイングオファーを選手が拒否してフリーエージェントになった場合、保証としてドラフトの上位指名権を与えることになっていましたが、このルールを廃止することで合意したこともマンフレッドコミッショナーは合わせて発表しました。マンフレッドコミッショナーは、両リーグで DH 制と保証的なドラフトの上位指名権を廃止することで FA 市場を活性化させる、労使交渉はまだ完全に終わったわけではなく、今後も協議は続く、通常のスケジュールをこなすのに間に合うように合意ができると信じている、予定通り3月31日にレギュラーシーズンが開幕できることを期待していると話しました。ユニバーサル DH 制は、流行り病の影響により大幅なシーズンの短縮が実施された2020年に、選手の負担を考慮して試験的に導入されていました。ナショナルリーグでも DH 制を採用したことは選手にも好評だったため、選手会側は2021年にもこの制度を採用するよう要望していましたが、メジャーリーグ機構はこの要望を拒否していました。このことからもわかるように、今回の労使交渉で選手会側が望んだ項目の一つがユニバーサル DH 制であり、今シーズンから少なくとも5年間はこの制度が実施されることになります。これはエンゼルスと大谷選手にとって朗報以外の何者でもありません。昨シーズン、大谷選手はナショナルリーグのチームの本拠地での試合では DH 制が使えないため、代打での出場にとどまっていました。その結果、本塁打王を争うブルージェイズのブラディミール・ゲレロ・ジュニア選手や、ロイヤルズのサルバドール・ペレス選手よりも打席数が少なく、不利な状況になってしまっていました。この状況を打破するために、エンゼルスのジョー・マドン監督は、今シーズンは大谷を外野手としても起用し、出場機会を増やし打席数を多くすることを検討すると語っていましたが、ユニバーサル DH 制の導入により、大谷選手は外野を守るという負担を増やすことなく、多くの打席に立つことができるようになりました。昨シーズンの3選手の打席数を比較すると、大谷選手が639、内四球が96、ゲレロジュニア選手が698、内四球が86、ペレス選手が665、内四球が28となっていました。もし大谷選手が昨シーズン他の2選手と同じぐらいの打席数に立てることができていたら、本塁打王のタイトルを獲得していたことも十分に考えられます。ユニバーサル DH 制の導入は、投手の負担軽減、
長打力のある選手を打順に加えることによる得点力アップ、そしてファンの注目を集める試合数を増やすことが主な目的だと言われています。ナショナルリーグでも DH 制が導入されることになるため、ナショナルリーグの各チームはすでにロックアウト解除後の補強において指名打者の人選に入っているとみられています。ナショナルリーグで DH 制が採用されていなかったことが足かせになっていたのが、二刀流で昨シーズン MVP を獲得したエンゼルスの大谷選手でした。本拠地アナハイムを含むアメリカンリーグのチームとの試合では、投手として投げない日は指名打者として先発出場していましたが、 DH が使えないナショナルリーグのチームとの試合では先発せず代打での出場にとどまっていました。そのためホームラン王を狙うには大きなハンディキャップとなっていたのです。アメリカの野球評論家は、今シーズンからユニバーサル DH 制が導入されると、大谷選手がホームラン王を狙う上で大きなプラス材料になるね。大谷選手はアスレティックスやアストロズといったエンゼルスと同じアメリカンリーグの西地区に在籍しているチームを苦手としているんだ。さらにアメリカンリーグの西地区のライバルチームはこのオフ投手を積極的に補強してもいる。だから今シーズン大谷選手がこれらのチームからさらにホームランを量産することはあまり考えられないんだ。そんな中、ナショナルリーグでも DH 制が採用されるユニバーサル DH 制の導入のニュースが飛び込んできた。今シーズン10試合が組まれているナショナルリーグのチームの本拠地での試合では、フィリーズやマーリンズといった投手力が弱いチームとの対戦があるため、打席数が増えれば必然的に大谷選手のホームラン数が増加するんじゃないかな。さらに大谷選手個人にとってユニバーサル DH 制の導入のメリットは今シーズンに限ったことではないんだ。このまま順調にいけば大谷選手は2023年のオフにフリーエージェントの権利を取得すると言われている。今回のユニバーサル DH 制の導入は大谷選手の移籍先の候補地が大幅に増加することも意味している。これまで多くのアメリカのメディアは大谷選手の移籍先としてヤンキースやレッドソックスなどアメリカンリーグの金持ちチームを挙げていた。 ESPN は今後5年総額274億円の契約を大谷選手は結ぶんじゃないかとも予想していたよね。ナショナルリーグでも DH 制が採用されることになったため、これらのチームの他にドジャース、メッツ、カブス、ジャイアンツ、それからフィリーズといった豊富な資金力を持っているナショナルリーグのチームも大谷選手の獲得に参戦してくるだろう。多数の球団が大谷選手の獲得に参戦すればするほど大谷選手へのオファーは青天井になり、350億から400億円規模の超多額の契約が結ばれるかもしれませんねと話しました。投手が打席に入るのを見られなくなるのはちょっと寂しい気もするけど、二刀流の大谷にとっては本当に朗報だよね。これで守備が不得意でうずもれていた選手の発掘にもつながるかもしれないね。今シーズンからはメジャーで打席に入る投手は唯一大谷だけとなる可能性が高いよね。これは大谷の新しくて面白い注目点となりそうだね。海外の反応ではこのような声が聞かれました。ユニバーサル DH 制の導入は大谷選手にとって間違いなく追い風となります。今回のナショナルリーグでの DH 制の採用は日本のプロ野球のセントラルリーグでの DH 制の採用を加速することになるかもしれません。セリーグでの DH 制の採用はかなりの反対意見もあるため、これから日本では大きな議論が巻き起こることも予想されます。いずれにしても大谷選手にとって朗報以外の何者でもありません。今回の決定が大きな追い風となって、大谷選手にはホームラン王を獲得してもらいたいですね。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。